で日本のデフジャムなんていうのはさもうどうだろうもう20畳ないぐらいのオフィスでさたった3人とかさ3人4人とかで回してるのよ。イメージこそねデフジャムっていう看板ついてるからそれこそ背後に US のデフジャムがみんな見えてるわけだけどさ実質立ち上がったばかりの弱小のレベルなわけよ。 でもこのニューヨークのこのババーン巨大なビルの3フロアバーン借りてるこのえ何百人働いてるの千人働いてるみたいな企業のとアーティストのイメージをこう背中に割、えー、されたわけだある日突然。でそれはすごくラッキーなことでもあり逆を言えば呪いでもあったよね。